SK48 秋季研究生、高校2年生、16歳の愛知県出身、みはるんこと川島みはるです。半目で固まってた。やじゃん。やだ、なにそれ。めっちゃやだね。なんか急に固まって、テロップ入れたら、テロップ入ってる。もういいや。わかんない。こんばんは。なんかすごい今日なんか全然声を発さないで生きてたから声が低いやばい太った。今日は前髪切ろうと思ってたら、前髪切る許可取るの忘れてて、で取ろうって思って許可待ってたら予約が全部行ける時間の予約が埋まっちゃって切れなくて、もうこのままいつかメイクさんに切ってもらえる日が来るのを待ちます。本当に前髪長いんですよ今ね。前髪を下ろすと多分ここら辺まであって、それ無理やり巻いてるんですよ。だからなんか時間経つとこうやって落ちてきちゃって、今始まる前に巻き直したんですけど、メイクさんに頼んだら切ってもらえますよね多分。そう、池田が切ってもらってて、でなんか川島が3月27ぐらいに27、25、どっちだっけに、チームイーさんの2分間MC に出させていただいた時に、の写真を見ていただいたら分かるんですけど、前髪こんなんか本当はここら辺なんですけど、切りたてだったからなんかちょっと上に上がってたんですよ。でなんか出る前になんかちゃんと下にギュッてやってったんですけど、結局また上に上がっちゃってなんかすごい嫌だったんですよ。でなんかすごいギリギリを攻めるにはどうしようと思って、ちゃんと前髪がちゃんと下になった状態で切りたいから、オンザには絶対したくないから、オンマユにはしたくないから、もうメイクさんに頼んだらギリギリをこう本当にこのぐらいに切ってほしいんですけど、ちょっとね嫌なんですよね、上に上がっちゃうの怖いから、うん、メイクさんにギリギリを攻めてもらうか、お母さんに今日ちょっと切ってもらって、ちょっとだけ本当にもうね笑えないぐらいこれ下ろしたらやばいんですよ今。前髪切りたい。前髪自分で切って失敗するの怖いからやだ。ほんまには絶対したくないから、なんかこのここがもう負けなくなってきてるのが本当に恐怖で、メール着弾だって。メール気づいた人は今から来てくださいそう、お披露目の時もなんか切ってもらえないかなとかもちょっと期待してたんですけど、まあ来てもらえなくて結局、だからなんかもうやばかったですね。こんなんでしたよね前髪、こんなんでなんかもう見えてなかったんですよ。視界最悪だったんで、視界良好にするためにちょっと本当に切らないとやばいなって思って、なんか怖くないですか。なんか美容室も怖いんですけど、なんか美容室はまだ美容室はまだ自分一人だったら大丈夫なんですけど、あれじゃないですか、怖くないですか。なんか美容じゃメイクさんが先輩とかがいっぱいいる中で前髪切ってくださいっていうのはすごいなんかおこがましいというかって考えちゃうから怖い。別に美容室には別にあれなんですよ、
美容室は最近ちゃんと大丈夫な美容室見つけたんで大丈夫なんですけど、そう、行くのもったいない気がしますよね。そうなんですよ。でも、ね、もう美容室は大丈夫なんです。今は本当にもうメイクさんがに頼むのが本当に怖い、おこがましいというか、先輩方がいらっしゃる中で前髪を切っていただくなんてという考え方。なんかカイニャの日は確かなんか他の先輩切ってもらってて、ちょうどだからそのまま流れで切ってもらえたんですけどね。そう、保護シートで置かれないの。保護シートミスっちゃったんです。スマホのシート変えようと思って、新しいやつ、ガラスのやつにしようと思って買ったら、なんかこのスマホのサイズが 6S で、 6S って書いてあったから大丈夫だろうと思って買ったら、なんか上にちっちゃくプラスって書いてあって、でそれ気づかなくて、なんかのプラスと 6S がいけるのかなと思って、でもよく考えたら、ね、6S プラスってなんだろう、なんだろう 6S プラスって、 6S じゃないのって感じ。もう本当に今それでちょっとね、あ、そう、スマホケースも前いけるよと思って買ったらいけなくて、友達にあげたことあるし、え、もう本当にもうプラスの人にあげたいぐらい、もう無償で交換してください。でも分かんなくないですか、だってプラスって書いてあっても悲しい、本当に。そう、 6S の大きい方って何？ 6S っての大きい方って6じゃないの？もう分かんない。もう本当にちょっともう7も適宜ですね。本当に、じゃあ本当に前々から買おうと思って、これを買おうと思ってて、で、もう開けちゃったからもう返品できないんですよね。もう全部開けた後に気づいたっていう。なんか全部開けた後になんか中になんかプラスって書いてあって、なんか、ん？ん？と思ったら違った。別に機種に詳しくないわけじゃなくて、なんかもう最近10とかのしかないから、なんか10とかしかないから、あ、10じゃないのあると思って、もうめっちゃ嬉しくて、あ、6S あると思って買ったら 6S じゃなかった。え、もう本当に悲しい。なんかもう ABCD にしてほしい。 ABCDEFG にしてほしい。10にしたい、スマホ。なんか10の方が画質いいから、絶対。なんかユッチュとかがすごい画質良くて、でもなんか画質いい携帯で自撮りするのめっちゃ怖くないですか？全てが見える。なんかありましたらめっちゃほこりついてて、気泡が溢れた。そう、みんなね、機種変するの。でもね、これ買ったの、この携帯になったのが高校生になってからだから、多分まだ帰れなくて、本当にね、すごい今日はね、自分でバカだなと思ったのが、そのちょっとガラスのやつが大きかったんですけど、シートが大きいって気づいた時に、なんかこれなんか自分で切るのかなとか思ったんですけど、よく考えたらガラスって切れないなと思って。今田さん見てた？ん？見てた？じゃあ見た？今田さん見た？なんかね、多分ね、ももとかは中学生になったからで、でもさ、ガラスだったら割ったらいけるかなとか思った。なんか割ったらいけるから、なんかそういうやつなのかと思ってみたら違った。すごい病んだ、本当に病んだ。未だにちょっと引きずってる。
そう、しかもなんか川島物持ちがいいんですよ。なんかすごい物持ちがいいっていうか、なんか本当にスマホ落としても壊れないんですよ。スマホ落としても割れないし、もう本当に画面に1ミリも傷入ってなくて、だから本当にスマホの画面が割れてる人見るとなんでそんな割れるんだろうと思うぐらい本当に割れないんです。1ミリも傷入ってないし、落としたことあるけど割れたことなくて、なんかスマホケースがまあいいやつだったからっていうのもあるんですけど、多分でも別に一回その100均のなんか透明なやつあるじゃないですか、あれにしてたんですけど、それでも落としても壊れなかったんですよ。でなんか年少さんの時ぐらいに買った傘も多分小5ぐらいまで全然壊れなくて、まあサイズが違うから使えなかったんですけど、別にでも全然壊れなかったし錆びなかったし、本当にすごくないですか。本当に物持ちめちゃくちゃいいんですよ。リュックサックとかも全然壊れないし、カバンとかも壊れないから、壊れなさすぎて買い替えれないっていう、悲しい。でもなんかその代わりなんか消耗品みたいなのがなんかもうすぐボロボロになる。絶対割れない自信ある、本当に絶対割れない自信ある。スマホはもう本当にもう割れたら本当に謝罪する何かに、そのレベルで割れない自信があります。私には割らない自信があります。ランドセルもなんか妹のランドセルとかなんか本当になんか 1年生の時点で結構ボロボロになってたんですけど、なんでか分かんないけど、でもランドセル川島6年間使ったんですけど、ちゃんと本当に型崩れしてないし型崩れしてないし、本当に綺麗なんですよ、本当に綺麗なんですよ。なんか、まあ、いいランドセル買ってもらったっていうのもあるんですけど、本当に綺麗なんですよ。でなんかでもなんか今そのランドセルの値段見たらめっちゃ高かったんですけど、多分川島が買った時はそこまでだったと思う。ランドセル何色だった？チェリーピンクでした。でもピンクじゃないです。チェリーピンクはなんかピンク味がある赤。本当に今多分でもしももがランドセルしょって握手会したいけど、ランドセルがあるだったら川島貸せるレベル、本当に綺麗なんですよ。本当に綺麗。卒業式でサインとかしなくないですか。本当に綺麗。もうね本当に寄付しようかなって思ったぐらい綺麗。本当に綺麗だ。本当に綺麗。ももがもしランドセルが必要になったら貸せるレベル。しないです、川島さんは。入り内島さんの配信が始まりました。入り内島さんの配信が始まりましたっていう、本当に綺麗なんです、川島のランドセル。あ、中学校のカバンは汚かったけど、あ、汚くはない。あ、なんかもう1年生の時点でなんか壁に擦っちゃって、でも結局すごい薄っぺらい生地だったんですけど、結局壊れないで3年間ちゃんと使えたし、本当に綺麗なんですよ。本当に綺麗なんです、川島さん。物持ちが良いんです。だから服とかも全然多分
まだちゃんと綺麗に残ってる。普通になんか4年とか5年とか服着れる。あ、なんか身長伸びてないから。レッスンシューズはそろそろ変えようと思って、なんか最初体育館シューズから始めたんですよ、レッスンシューズ。なんか体育館シューズでやってたんですけど、ちょっとさすがになんか足がめちゃくちゃ痛くなって、あのふいちゃんが疲労骨折した時に、川島もあの同じぐらい1週間なんか本当にずっと来て練習してた時期があって、あの同じ場所でふいちゃんと池田とかとで、ちょっとずつ増えてって中坂とか本物が増えてったんですけど、そこで同じふいちゃんと同じぐらい一緒に練習してたらめちゃくちゃ足が痛くなって、で今考えたらもしかしたら川島も本当に本当はやばかった説あるんですけど、でもまあ痛いけど、まあ、まあまあまあとか思って、なんか湿布でめっちゃぐるぐる巻きにしたら大丈夫だったからそれで生きてたんですけど、じゃあさすがにやばいかなと思って買ったんですよ、その途中ぐらいに。そしたらなんか、まあ、白を選んじゃったってのもあるんですけど、なんか生地とかが薄いなんか靴で、ちょっと今本当に洗おうと思って、なんかすり減り方がこうなんかね、もう普通なんかちょっとカッコつけてあるじゃないですか、なんか透明のこの靴のここの靴底のこのここのところの間に透明のやつが入ってるやつあるじゃないですか、あれをちょっとカッコつけて買ったらちょっと裏がすぐボロボロになっちゃった。ほら本当に洗わないとやばいなと。しかもさ、白ってすぐ汚れるんですよ、本当に嫌だ。ラバーだって、窓際ラバー、あ、そう、エアーです。そうなんです、あれはちょっとね本当に洗いたい、洗うたい。それかもう体育館シューズに戻そうかな、靴底がちょっとやばいですね。え、なんか別にあの履けるんですよ全然、なんかそこ見えてる靴とかではないから別に全然履けるんですけど、ちょっとあのね見た目がちょっとね汚くなってきたからちゃんと洗わないと、上履きとかもちゃんと洗わないとやばいじゃないですか、そういうことなんです今。え、クッション性高いと思って買ったけど、別にクッション性とかなんか結局なんか地面と床は違うから、ラバーラバー配給ない、配給はない。あれですね、あの SK のなんか靴先輩入ってるけど、え、なんかそういうのがいい。え、なんかね別に靴は大丈夫なんですよ、靴は大丈夫なんですよ別に。え、なんかね調べたんですよ買うときに、そしたらなんかニューバランスと D ボックがいいみたいな書いてあったんですけど、もうなんかもう無視して買ったんですなんかニューバランスは外靴で履いてるからなんか嫌なんですよ、なんか嫌じゃないですか。で、D ボックも外靴あるからなんか嫌だなと思ってちょっと調子乗って買ったら、え、もう普通にニューバランスでよかった、本当にニューバランスでよかった、もうニューバランスがよかった、ニューバランスにすればよかっただからもうそろそろ買います、アディダス。え、なんかそう、下調べは参考だからあれなんですよ。あと昨日ずっと夜メイクブラシ調べてて、なんかメイクブラシ欲しいと思って、なんか不意に大好きな YouTuber さんのあのななこさんっていう YouTuber さんがなんかメイクブラシでメイクし始めてからメイクがなんかちゃんと
なんかちゃんとなんか良くなりましたみたいな言ってて、そっかメイクブラシっていいんだと思って、なんか確かにエナタンとかなんか持ってるなとか思って、で一応持ってるんですけど、なんか300円で買った、なんか300円でなんか6本ぐらい入ってるやつ買ったんですよ。そしたらなんかあの一回ちょっと汚くなって洗ったらなんかパサパサしちゃったから新しいの買おうと思って、そしたらで調べてたらなんかセーラームーンとか出てきたんですけど、結局100均で買いました。 YouTuber さんはねもうねなんかもうねなんかおねやっぱなんかね一つのものにこだわる凝り性、凝り性だ凝り性、なんか一つのものになんかこだわる、一つのものをなんか冒険したくないタイプだから、なんか YouTuber さんもなんか本当に同じ人しか見てなくて、あとはなんかもう気になるもののレビューしてる人とかしか見てなくて、普通かこれそうセーラームーン、あそうそう、なんかそうなんですよ、ダイソーのメイクブラシがなんかいいみたいな、なんかマキコさんがなんかインスタに上げてて、でなんかすごい話題になってるから今もう買ってきました。明日は姫たんと朝トピしてあげてね。え、新野さん、そうだ新野さんと今日タピオカする予定だったんですけど、あ、川島飲めないんですけど、でもついていこうと思ったらちょっとあの川島起きたんですよ一回、6時に起きて、あ6時あなんか目覚まし何時に設定したっけ、7時だと思って寝て、で7時に起きたんですけど、なんかその電車の時間まで別に2時間あったから、あ別に30分あれば1時間あれば支度できると思って寝たんですね。でなんか次起きたら10時過ぎてて、で新野さんと10時集合だったんですけど、で新野さんからでも何も LINE 来てなくて、とりあえずごめんごめんみたいなの送ったら、新野が私も今起きたって来て面白い、もう本当にもう大好きと思いました。そうタピオカ飲めない、新野さんがね昨日ね、私毎日タピオカ飲んでんだけどそろそろやばいよねって言われたから、やばいと思うからやめた方がいいよって言いました。私も飲めないから、なんかみんながタピオカタピオカ言ってるのすごい寂しくて、なんかみんながなんかタピオカ飲みに行こうみたいな、あ飲めないのか、そっかごめんねみたいな、なんかすごい寂しくて、だからなんか新野さんのタピオカにもついていくだけついていこうと思ったんですけど、でもまあ結局ねいけなかった。タピオカなんか飲んだんですよ昔で、なんかそれがなんかチョコのタピオカにサイダーと一緒に飲んだんですよ。そしたらなんか最初は美味しかったんですけど、なんかもう普通に考えてサイダーとチョコって絶対合わないじゃないですか。でちょっとずつなんか飲みながら気づくんですよ、なんかちょっとあれやばいやばいやばいみたいな、しかもなんか増量中みたいな、でなんかもう増量されてて、もう本当にまずかった本当になんか途中から気づくんですよ、いややばくないこれって思って、なんかちょっとずつなんかちょっとずつあれやばいやばいやばいみたいな、でもなんか飲み終わる頃にはもうなんかもう一生大丈夫みたいな、本当にトラウマで、もなんかミルクティー飲むじゃないですかみんなタピオカは、でもミルクティーが飲めないから、紅茶はストレートしか飲めないんです、アールグレーのストレートしか飲めなくて、だからもう無理なんですよ飲めない、なんか黒糖とミルクティーみたいな。でも、ももさんがこの間なんか、炭酸の、なんか、栄養ドリンクみたいな炭酸あるじゃないですか。
あれの、あれのタピオカ飲んでました。あれとタピオカで飲んでました。だから別に多分タピオカが好きな人はタピオカなんだと思う。タピオカ、違った、タピオカが好きな人は好きなんだと思う。タピオカが好きな人はタピオカではない。ココアだったら飲める。でも前に願いさんとあとキュウキのことをなんかタピオカ、なんか川島は唐揚げが食べたくて、でみんながなんかタピオカ飲みたくて、川島タピオカとチーズドッグが食べたかったんですね。だから行ったんですけど、なんかみんながあのタピタピしてるから、なんかさすがになんかあれじゃないですか、みんなが飲んでる中なんか飲まないのめちゃくちゃ気まずいから、タピオカなしで、ね、ココア飲んだんですよ。ただのココアを、すごいタピオカで有名なお店でタピオカ抜いて飲んだんですよ。ココア、ただのココアを、普通だったらね200円300円で飲めるやつを400円とか出して飲んだっていうね、すごいね、なんか、うん。で結局そしたらチーズドッグ食べれなかった。え、そう、唐揚げ棒が美味しいよ。唐揚げ棒は美味しいよ、本当に最高に美味しい。並んだよ、並んだよ。え、もう本当に唐揚げ棒は美味しいよ。え、ちょっとタピオカさんじゃない、店員さんに聞かれて、本当に、え、ほん、え、みたいな、すいません、え、すいません、もう一回お願いしますって言われて、すみません、ココアのタピオカなしでって言ったら、あ、はいって言われた。ちょっとね、ちょっと本当に申し訳なかった。タピオカさんって誰？本当に申し訳なかったです。そう、チキンは美味しいよ。コンビニのホットスナックはね、全部美味しい。食べたことないけど別に全部。え、でもなんかタピオカはカエルの卵みたいな言う人いるじゃないですか。別にオタマジャクシは触れるんですよ。オタマジャクシはよく捕まえてたんですけど、だから違うんですよっていうのをすごい言いたい。なんかタピオカブームって数年に一回来るじゃないですか。もう本当にもうこのタピオカブームが去ったらもう令和は大丈夫だよって感じ。正老がお腹の調子が良くない。ん？正老ってなんだ？腹痛。ランキング読みます。13位さすらいのゆうさん、ありがとうございます。12位カミピーさん、ありがとうございます。11位ヒロキングさん、ありがとうございます。10位タピユッキーさん、ありがとうございます。確信犯じゃん絶対。9位ミリオンさん、ありがとうございます。8位エイジさん、ありがとうございます。7位落ちてアットワークタピオカさん、もうみんな本当にいじりすぎ、ありがとうございます。6位ピカタさん、ありがとうございます。5位マサポムさん、ありがとうございます。4位キノッピーさん、ありがとうございます。わー3位忘れっぽいもちさん、ありがとうございます。2位ハメイさん、3ありがとうございます。1位アブさん、ありがとうございます。あ、38 AEG さん、ありがとうございます。ありがとうございます。でも前にメールで送ったんですけど、本当に多分タピオカ屋さんになるのが、タピオカさん、タピオカさん、タピオカ屋さんになったらなんか芸能人に会えるみたいな、絶対そうやって思いません？考えません？なんか絶対メンバーに会うだろうなと思って言って、だから川島もタピオカ飲めないけどタピオカ屋さんあれしようかな、経営しようかな。ノラパールのフォロワーのメンバー率、
そう、川島さんは来ないけど。あれ、大須であれですよ。唐揚げ屋さん、もうめちゃくちゃ美味しい唐揚げ屋さん開いてくれたら川島も行く。あと、あのメレンゲクッキー食べたいんですけど、メレンゲクッキーあんまり売ってないんで、メレンゲクッキー売ってくれたら買います。川島はシンプルにジャスミン茶が一番好き。サンピン茶。大須はね、行きやすいから。みんなだから唐揚げ屋さん開業してください。起業してください。ロールアイスは大丈夫かな。アイスクリームでいいかな。チョコレートのアイスクリームでいいかな。ココアと炭酸だったら飲めます。あと、じゃあ、セミンちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。